痩せるし筋肉が緩むしマジでやばいです。僕も1年で120キロから70キロの50キロのダイエットに成功した。ブルブル震えて、あの木村拓哉さんだったりとか明石家さんまさんも使っている代物になります。どうも、ダイエット整体師の藤田です。本日はドクターエアについてですね、ご紹介したいと思います。でドクターエアのこれがストレッチロールっていうものになります。今流行ってるのがですね、ボードになってて上でこうブル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 って震えるやつあると思います。あれも脂肪燃焼効果があるんですけど、あれは全身をブル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 ってしていくものになります。なのでこのドクターエアストレッチロール S は部分的にやることができます。でこの使用方法っていうのがですね、こうスイッチありまして、スイッチ1回押していただくと光るので、もう1回押していただくと、わかりますかね、このように震え出します。これがレベル4になっていきます。これを3、2、1、4段階で調節することができます。で僕がおすすめなのはこの2段階ぐらいが一番いいと思います。じゃあ実際にこの震えるのが4つの驚くべき効果っていうのをご紹介したいと思います。ドクターエアの効果の4つ、まず1つ目はですね、筋膜に対してアプローチができるっていうことがいい点になります。で筋膜っていうとですね、どういうものかっていうと、筋肉が魚肉ソーセージの中、ソーセージだと思ってください。魚肉ソーセージ、オレンジのパックでパック詰めされてるじゃないですか。でこのオレンジのパックがですね、筋膜っていう風になります。でこの筋膜っていうのはですね、全身つながってるので、一つのところを刺激しても全身に波形してですね、この筋肉が緩みやすくなってきます。続いて2つ目はですね、神経に対して自分でアプローチができるっていうことになります。神経はですね、台風の時の波と一緒で、ちっちゃい波が来るのと、で、こう台風だとこうちっちゃい波が合わさって大きい波になって、硬い岩壁とかに当たった時に大きい波になるんですよね。これが振動刺激も同じような効果があります。これ振動も波なので、ちっちゃい刺激を少しずつ繰り返していくことで、その小さい波が合わさって大きい波になって、大きい効果を生み出すことができます。続いて3つ目はですね、血流を良くしてくれます。こちらを見ていただくと、ペットボトルに入れた水をですね、このドクターエアの上で振動させます。あとはこう中の水がですね、うわーって動くんですよね。それぐらい体の中でも血流に変化を起こしてくれるのが、このドクターエアのいい点になってくるかなと思います。で4つ目はですね、これがダイエットに重要になってくる、脂肪燃焼効果があるっていうことになります。脂肪はですね、焼肉の前に使うラードとかあるじゃないですか。あのラードと同じように普段固まってるわけなんですよね。でそれを溶かしていくには熱が必要になってきます。でこの熱が起こすのが、このドクターエアの振動っていうのがすごく効果的になってきます。でこのドクターエアを実際どう使っていくのか、部分的に足痩せしたいとかですね、お腹が痩せたいとか、二の腕を痩せていきたいよっていう方はですね、このようにですね、ゆるいダイエット情報だったりドクターエアの情報っていうのを日々更新しております。あなたもチャンネル登録するだけで痩せることができるかもしれません。それではまた、バイバーイ。